はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、レオジンと申します。じゃあ今回もやっていきましょうか。コールオブデューティーインフィニットウォーフェア実況プレイやっていきます。今回使用する武器は KBAR32 というアサルトライフル、高レートが、この武器特徴でございます。レートが高い、殴ってんね。よろしくやで、みんな。あざす。じゃあやっていきましょうかね。もうちょっとサイト、今作サイトすごい見やすいんでね、まあちょっとリフレックスずっとつけてたんですけどね、ちょっとサイトを外してやってみようかなと思います。ちなみにこのマップ初めてやります。敵はどっから来るかわかんないです。多分ここ来るやろ。多分来るんじゃねえのっていう感じで考えてますけど、来るんじゃねえの、いるんじゃねえの、いないんじゃねえのマップわかんないからどこ見ていいかわかんないよね。こう穴がたくさん開いてますね。こう上登っちゃおうかな。こういう時って大体上から覗ける。あれ、窓がある、割れるのかな。うわっ、びっくりしためっちゃびっくりした。今ホラー映画みたいに体ビクになってしまった。今びっくりした。入り組んでますね。だから何回かこうゲームやってみて分かったんですけど、やっぱりレートの高いね、サムマシンガーがすごい有利に立ち回ってるかなっていう感じはしますね。意外となんか距離空いててもサムマシンガー勝てる場面がだいぶ多かったんで、今作アサルトライフル辛いんじゃないかなってちょっと一瞬思ったりとかしてるんですけど、どうなんでしょうね。なんかちょっと辛い感じではありましたが、よし、やった。うわぁ、腰打ち当たるね腰打ち当たりませんでしたね。ちょっとあんまりサマシンカーと比べて腰打ちはあんまり精度良くないみたいですね、アサルトライフルね。まあただレートが高いんでこの武器結構好きなんですけどね。アサルトライフルだったら多分この武器メインで使っていくことになると思いますが、今多分アサルトライフルじゃない、今多分スナイパーライフルですよね。隣かな、結構いますね。さあここら辺来そうだけど、ブース音とか聞こえてないんでしょうか。びっくりした、そっちかお前。裏行ったかと思った。ああ、リスイッチだったんだね。うん、なるほど。やっていきましょう。ああ、落ちる。おわーい、ちょっと見えへん、見えへん、見えへん、見えへん。何が起きた、何が起きた、俺には一体何が起きた。頭いこなし、ぶち抜ける余裕がないわ。やっぱレートが高い分、やっぱレートが高い分ね、やっぱブレがね、強いんでね。うん、そう、やっぱりこう、まあ、でもなんか、レート高い割にはブレ少ない気がしますけどね。もっと荒ぶっても、違和感ないですけど。ちょっとこのマップやりづれ、やってないだけであって、まあ、知らないだけなんですけどね。うん、あとなんかこのゲームすごい先打ちが大事になってきますね。やっぱりもう先打ちしてないと多分負ける。うん、当たってもない。エイムもうちょっと右でしたね。今作はスナイパーライフルが非常に当てやすいということで、フィーダーの方もね結構大歓喜じゃないかなと思います。美容津波に簡単って聞きましたけどね。まだ一回も俺触ってないですけどね。なんとも言えないですけど。ドミニビーハタ多分あそこでしょうね。なんかこのマップなんかすごい立ち回りにくいな。なんかやっぱり中央ぐらいが接戦となるのかな。 UAV オンライン、あ、やっぱ割れるんだここね。ここ裏湧きそう。おい、無事抜かれましたね今。あっぶね、マジ怖い。ドローンパッケージ、あー、あれかな、救援物資かな多分ね。オッケー。敵が近くに、敵が1体倒したら2人いると思えっていうね、ちょっとフレンドのありがたいお言葉をね胸に刻みながらねやっていきたい。そう、レートが高いからに、うわ惜しい、仕留めれたな。おお、荒ぶる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 、行くぜおい。オッケー、わっと抜かれた、ゆえびだ、抜かれちゃったね。さあこれちょっとどこ行けばいいんだ。いや、なんかここに行きたくねえな。なんか個人的に行きたくない、すごく。この武器じゃ無理な気がする。右ですね。
だって指アシストがいいね。まあどの作品でしょうか。10ポイントか。そうやったね。何を言ってるんだ俺は。なんかカタカナ多くなってきたけど、カタカナ多いんでね、なんのこっちゃって感じなんですけど、意外とあれだね、スペシャリストのことベイロードって言うんですね。スペシャリストか、まあベイロードって言うんだって言うんだって。味方にかぶって見えんかった。はい、クイックドロー。いやー、今作クイックドローありがてー。 OK、 今作のクイックドローマジありがたいですからね。伏せてるねー。 UAV だねー。無理かな。壁から来そうだね。で、言ったよね、俺今壁から来そうって言ったけど、真ん中からも来そうだったよね、今。一点に絞ったきゃよかったよ。優柔不断なんだよ、俺はいつも。よくわかるよ、この気持ち。なんか、レートが高いだけじゃダメなのかな。結構この武器、なんか4発キルだっけな。4発キルですよね、動画描いても。オッケー。あ、ちょっと聞こえる、上だな。オッケー。ああ、見てなかった。下地面なかったし、頑張れ俺。いや、ちょっとクイックドローが手放さなくなっておりましたね。手放せなくなったな俺は。うん、このゲーム感じて。ちょっと壁張り付か、張り付こ、クイックドローがね、もう本当に外せなくなった。お、跳ね上がってきたね。くそ、今のやる。あとリス位置がよく分かりません。リス位置すっごく近い時ありますよね。お前そこで湧くみたいなパターンありますよね。裏側に湧くというか、なんというか。うん、どこだろう。今日も敵のリス位置近くまで来たんじゃないか。いたね。で、瞬時計。やっぱりしんどけちゃうよ。うん、いや、ちょっとやっぱ楽し、ちょっと楽しくなってきたね。ある程度なんかこうね、コツ的な、なんかこの IW の環境に慣れてきたら楽しくなってきますね。まあどのゲームでも言えることなんだけどさ、それ。まあちょっとスペシャリストがもっとたくさん種類あるんでね、いろいろやっていくと思うんですけど、ちょっとまだちょっとイコライザーが強すぎてな。イコライザーが強すぎて、俺こいつ手放せなくなっちゃったよ。行きましょうかね。あの距離は当たらないんじゃね。おお、なんだなんだ。味方やなかった、敵やなかった。あの 上に飛んでるやつ、なんかややこしい、ややこしいよね。なんか敵っぽく見えた今。UAV だ。抜けるか、抜けた、よし。頭1個出しのポジションが多いんでね、そう、頭1個こう抜けるエイム力があれば優位に立ち回れると思います。すごく、あ、やったやった。はい、ということで、ウンサと SDF やったかな、これ確かね、読み方 SDF やったかな。ということで、100対何本ぐらい、100対86で、勝利することができました。うん、なんかレートが高い武器の方がキルできる気がします。うん、ね、このプレデターみたいな、かっこいいけどね。では、ご視聴お疲れ様でした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。